こんにちは。なんだっけ。あれ何話そうとしたんだっけな。ですね。昨日、レッスン中に、叩いててもらって、それで、はい、いいよって、はい、ストップって、こう、手上げるときにね、こうやって、はいってやろうと、やったんですけど、やろうとしたら、譜面台の、角。で、譜面台って言っても、折りたたみのやつじゃないから、結構、痛いんですよ。頑丈で、置くところが。それで、譜面台倒れなかったんですけど、僕のこう、手の甲から血が出まして、まだちょっと傷残ってますけど、めっちゃ痛かったです。これはね、なんでしょうね。最近知らないうちに手とかあちこちに傷がついてるっていうのもあるんですけど、なんかね、距離感が、いや違う、視界がちょっと狭くなってるのかな。まあ、老化現象の一つと言っても良いかと思いますけど、痛かったですね。もうガシーンとぶつけて血が出ました。それでその後、ジムに行こうとしてたんですけど、これは、ここ痛いからジム行かなくていいんじゃないかってこう、言い訳を考えてですね。もしかしたらね、ここ、なんか、骨とか折れちゃってたりとかして、ジムで無理したら悪化するんじゃないかって思ったんですけど、どう考えても、ジムでトレーニングするのに支障はない感じだったんで、行きました。頑張りました。はい。それでですね、今日は、フィルのネタなんですけど、バスドラのダブルができなくてもかっこいいフィルができるようのコーナーです。っていうか、バスドラのダブルができなくても手と、足の組み合わせでちょっと32分っぽく見せるっていう、32分っぽくっていうか32分なんですけど、足との絡みで、バスドラのダブルができなくてもちょっとドゥルルっていう感じのフィルを作るコーナーでした。でしたじゃねえ、これから話すんです。ちょっとですね、今時間が午前中で、まだちょっと脳みそが起きてないかもしれないです。足との絡みで、やるときにドゥルルンとか、あと、まあ、こういうのいろいろありますけど、あとこういう、足右左。なんかちゃんと叩かないと。なんか、目が覚めてないのかわかんないですけど、なんか今適当に叩いちゃいました。足右左。っていうのも最近の動画でちょっとやりました。今日はですね、足から入るんだけど、足右左とかじゃなくて、足左右。しかも、こう、タムから、フロアに行きます。これ、スネアから、行くよりも、ドロロっていう感じが出るので、足左右で、タムだけ。これを、32分音符入れるんですけど、ちょっとね、コツがあるんですよ。例えば、スネアとの絡みで入れるときなんですけど、16分音符叩いてて、右手叩いた後にここの左手から始まります。足入れて左手ね、はい、今日はですね、このフレーズ、これの、入れ方説明します。これですね、もう一回言いますよ。右手こうなんですよ。トゥトゥン、タン、これ右手でもいいんですけど、今日はですね、左でいきます。なんでって言われてもちょっと困るんですけど。そうですね。こっちの方がやりやすいから。まあ人によるのかも。まあ右でもいいんですけど、今日はですね、何回も言いますけど、これを練習します。練習したらどうでしょう。
もう一回いきますよ。繰り返しになってますけど、右手ちょっと後に足入れて入れると入れやすいです。これね、左手ここまで打っちゃってからやろうとすると左手がねちょっと忙しくなって スピードに対応しづらいので、右手打った後から後に足入れて左下余裕ができますから、こっち左手いく、こういう感じで、そうするとね、こういう感じで、こういう感じですね、トゥルルン、トゥントゥルルン、トゥンっていうのがね、できます。これね、左手、足の後、スネアにしちゃうと、悪くないんですけど、ドロロ感が、ドロロ感が出ないっていうことで、ね、ロック系のかっこいいフレーズ、ドロロ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 って、低い音でいく感じになりづらいので、スネアからじゃなくてタムからをおすすめします。タムか、まあ、もしくはフロアだけとか、その代わりこの左手の移動がちょっとこっちからこっちで遠くなるんで難しくなるみたい、ここのタムが入れやすい。そして16分の中に入れるとしたら、右手打った後に足入れてここにつなげると、つなげやすいと。いきなり頭から入れてもいいですよ。右手打って。はい。右手打ってから、ドゥドゥドゥン、ダンって、入れていただけると幸いかなと思います。3拍フレーズも、このまんま、連続でやると、そのまま3拍フレーズになりますので。あとね、注意事項なんですけど、足左ってやるとき、まあ、右の足の後右手入れるときもそうだと思うんですけど、足とね、重ならないように、ちゃんと足踏んでから打つように心がけると、比較的うまくいきます。これね、足とこのタムの絡みがかっこいいところなんで、足とタムがね、一緒になっちゃうと、あれってなっちゃうんですよ。こうなっちゃうんですよ。これが、タンタンになっちゃうんですね。そしてバストラは一発なんで、しっかり踏んでですね、しっかりした音を出すことによって、さらにこのドロロ感が、増すという、ということになりますね。もちろん一発でもかっこいいですよ。頭から入れてもかっこいいと思います。2発でもかっこいいです。途中から入れてもかっこいい。途中から一発。まあ、あとはですね、フィルとして使う場合は、4拍子の感覚ちゃんと身につけてないと、いけないので、そこはですね、練習して慣れていくということになるかと思います。はい。バスドラのダブルが苦手で、なんちゅうのかな、ドドっていう低い音の、そっち系のフィルが打てないという人、ぜひですね、練習してですね、ドロロ、ドロロ系、ドロロ。まあ、こうやって連続で やるのがいいのかもしれないですね、練習としては。まあ、練習としては、バスドラとスネアで最初、しっかり練習してですね、それから応用するのがいいかもしれない。まあ、移動がありますから、それでもまず組み合わせをきちんとバスドラとスネアで練習してやってみてください。はい。僕ね、さっきね、やりながら気がついたんですけど、バスドラのね、ビーターがね、すごい短いです、なぜか。これなんか調節したんですね、レッスン中に。非常に短い。なんかバスドラ踏みづらいなって思って、ふっと見たら、すごく短い状態になってました。はい、気がつくのが遅いぞと。そういうわけで、ありがとうございました。